テトラメチルシラン4は有機系素化合物の一つ。化学式による表記では SI4 あるいはシメ4となる。テトラメチルシランは4つの有機側鎖を持つ有機系素化合物の中では最も単純な構造を持つ化合物である。シラン同様、正四面体構造を持つ非極性分子である。テトラメチルシランは有機金属化学において反応物として用いられる。 のみならず、その他の多様な用途で用いられている。消防法に定める、第四類危険物特殊因果物に該当する。クロロメタンとケイソの直接反応により、メチルクロロシランを生成させる反応において、テトラメチルシランが複製生物として生じる。N? ウチルリチウムと反応させると、リチオ化されて、SI3CH に LI を与える。これは、 アルキル化無剤として用いられる。化学基礎成長において、テトラメチルシランは二酸化系素や単化系素の線具体となる。なお、どちらの化合物になるかは、その成長条件に依存する。1H-13C-29SI を用いる、核磁気共鳴分光法において、テトラメチルシランは、化学シフトの内部基準物質として利用される。 テトラミチルシラン分子に含まれる12個の水素原子はすべて等価であるため 1HNMR スペクトルを測定するとシングレットのグラフが得られるこのシングレットをデルタ0.0と定義することによってデルタ0.0と他のピークとの相対的比較により他の化学シフトを表現することができる同様にテトラミチルシラン分子に含まれる4個の炭素原子は すべて等価であるため、13CNMR スペクトルにおいてもテトラメチルシランはシングレットのピークが現れる。このピークは容易に特定することができるため、通常はこのピークを 13CNMR スペクトルのデルタ0.0と定義して、核気共鳴分光法による分析で用いられる。テトラメチルシランのイ素原子は炭素原子よりも電気陰性度が低いため、 水素原子、炭素原子を強く遮蔽化し、低周波数側にピークをシフトさせる。このことから、ドリドダ種や乾電流により強く遮蔽化された水素原子、炭素原子などを除けば、一般に 1H や 13CNMR でピークが現れるのはデルタ0.0より左側となる。したがって、テトラミチルシランのピークが資料のピークと干渉することはない。 またこの性質のため、取得されたグラフから、デルタ0.0のピークを容易に特定することができる。テトラメチルシランは、高い揮発性を有するため、NMR 分光法で分析を行った後の、資料は溶媒を止めさせすることにより、簡単に回収できる。ありがとうございます。